12月4日から1963年4月7日は、浸透家、また、新天研究家である。岡山県倉敷市玉島出身。本名は信行、天命は、画号である。信行は、幼少の頃から、他人には見えないものが見えたり、聞こえたりと霊能力を持っている子供だったという。また、絵が得意で17歳の頃に、 神戸三宮で絵の古典を開き、新聞に、天才少年画家現ると称賛されたという。その後、上京し、明治大学に学ぶ。右予曲折を経て、大本教と出会ったのは1920年で、天命が22歳の時だった。1944年に、千葉県印馬郡校津村大方の朝方新社の、末社である天日津久神社を参拝する。 その直後、同神社の社務所で、大本系の関連刑事となる、実月神事を自動初期する。この自動初期現象は、約17年間にわたって続き後に、全39巻にまとめられた。なお、書かれた文体は、関数字と独特の記号、そして、若干の金文字などからなり、初期した、天命自身、当初は全く読めなかったと言われる。その後、 仲間の進展研究家や霊能者の協力のもと少しずつ解読が進みて命亡き後も妻の岡本三天の研究と努力で一部を除きかなりの巻が解読されたと言われている。一方では実月真珠の読み方や解読は8通りあると言われ、そのうちの一つ、二つに成功したとの認識が関係者の間では一般的である。 朝が多神社入り口正面。天命は1944年6月10日に、この神社の社務所で、実月神事を児童書記により書かされた。また、岐阜に移るまでの1946年から1953年までの、約7年間をこの近くで過ごした。晩年のある日、天命は、方は、他で出ているそうだと呟いたという。それまで、天明こそが、 経輪の最終的な継承者だと信じていた妻、三点は、息が止まるほど驚いた、今更自分ではないと言われても全く困ってしまったと、記録している。天命なき後は、岡本三点が、実月神次原文の研究と解読に取り組み、1976年に、原点実月神次を、1991年12月には、神次の第二役司会を発表している。 また、絵の方も遺作展として、あるいは、天命展の名称で1963年8月の大阪での開催を手始めに、天命没後も40年以上の長い期間にわたって、断続的に開き、紹介してきた。3点の著書には、天命は、生前、3点に、自分が早く死んでも、君は、筆の内容をすべて成就してくれるだろう。 と工事を託すような感じでよく語っていたという。また、男性ばかりの宗教会議などにも、秘書としてよく連れて行かれたと著書で記している。他にも朝方新社で、神事発祥記念祭などを主催した。また、予言書として扱われることもある。未来潮流研究会日本八坂の会、この頃、新聞社の社長は、浅野和サブロであったが店名は、浅野の命令で、 よく霊媒役をさせられたという。中国に昔から伝わる心霊のご心意を伺う、占い方法で、一種の自動書記である。ニューヨークでは、同市のマンハッタン区にある、コロンビア大学内の哲学ホールで開催、展示された。資ン通信163号黒川前景書。ひふみ新寺、コスモテンパプリケーション9月と10月8日。 18日、28日が人類滅亡 X で、予言的中、実月神事で判明。2018年はラストイヤー。高菜。ありがとうございます。